皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、 AI 音声ともこです。今回噛まなかったねそれでは今日の質問です。以前堀江さんがエンジェル投資のお話をなさっていましたが、一般人には縁遠いことだと思います。そこで現在 IPO 市場が活況なので、新規公開株に応募して投資するという考え方は堀江さん的にはいかがなものでしょうか。よろしくお願いしますという質問です。堀江もんチャンネルということで質問に答えていきたいと思います。私はこう答えました。一般人に縁が遠いと考えている時点でアウトですね。自分で起業したっていいわけですからね。まあ新規公開株に投資をなさるのは自由ですけど、美味しい投資先というわけでは必ずしもありませんよと。要は僕は何が一番いい投資先ですかなんて質問されて、エンジェル投資がいいですよって話をしてるわけですよ。でエンジェル投資ってどういう投資かっていうと、まあ、ここなんかこうシェアオフィスなんですけど、ここでこうカチャカチャずっと働いてる若者たちがいますけど、彼らに最初に投資をする人はエンジェル投資家なんですよ。でそれがなんかね、みんななんかこう普通に上場してる株みたいにネットで検索して簡単に買えるようにしたいみたいな、ちょっと虫のいいことを考えてるわけですよ。そんなね、投資なんてね、そんな虫のいいパソコンの上だけで終わるような投資でうまくいくわけないじゃんっていう話なんですよね。で今ってそういう公募的なことってなかなかできなくて、一般に広く募集をすることってできないんですよ。それはすごく規制がかかっていて、っていうのはなんで規制がかかってるかっていうと、悪いことする人がいるわけですよ。悪いこと？だから要は詐欺っぽい感じのことをする人って結構いるわけですよ。少額だったら簡単に騙せるじゃないですか。30万とか50万とかだと、それ例えば100人から集める、1万人から集めたみたいな、よくあるじゃないですか。それで出資法違反、まあ出資法って法律があるんですけど、それの違反になっちゃうんですよ。そういうことだ。ただそれは来年あたりに規制緩和されるってことになっていて、1億円までの募集であればそういう公募をネット上とかも含めてやってもいいよと。1人頭50万までとかね、そういう規制がかかって、一定のルールの上であれば、これはまあ投資型クラウドファンディングっていうんですけど、今はクラウドファンディングって言っても商品購入型とかっていうのが多いんですよ。もう要はリターン戻ってこない、例えば寺田由紀の DVD を作りますって言ったら、寺田由紀の DVD をもらえるけど、それはものすごく売れて利益が出た、その分配はないんです。ないんですね。そうそうそう。だけどその分配があるような仕組みも、まあ1億円までだったら OK になるっていうのは来年から始まると思うんで、そうするとこの人が言ってるような世界が来るのかもしれないですけど、でもやっぱりね、美味しい話っていうのはそうそうあるわけではないので、まあね、そこ見極めるのがね、自分で始めるのが一番いいんですよね。確かにそうですよね。自分で見極めてできますからね。自分でやりたい事業で、そしたら自分が頑張れば頑張るほどいいわけじゃないですか。あるいは友達とか知人とかでそういうのやりたい人にこう出資をするとか、そういうのでいいんですよ。そうだよ、そんな虫の良い話ばっかり転がってないよ。そうそうそう、そういうふうに考えてほしいなというふうに思います。なるほど。ということで頑張ってください。ありがとうございました。ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もよろしく。できた。